大顎類は、接触動物門のうち六脚類、甲殻類、ターシ類をまとめた分類群である。これらの接触動物は、後期として大顎を持つのが、名前の由来になっている。ハサミ角類と姉妹群を同じ、原生接触動物を対別する二つの単系統群になる。昆虫の上唇、触角、大顎、小学と、 下唇大顎類に属する接触動物は、何現れるように後期として1体の大顎という付属子を持ち、直後2体の付属子も小学もしくは下唇として後期に参加する。また、口の前には触覚を1体、内詞2体を持つ。大顎類のこれらの付属子を持つ大切は目を持つ、先説とともに一つのが体節にまとまり、頭部を構成する。 大アコ類はこれらの特徴で、触覚を書き、後期としてハサミカクのみを持ち、直後の不足を持つ大切とともに前、体をなすハサミカク類とはっきりとした違いを見せている。両者の大切及び付属詞の対応関係は次の通り。大アコ類はかつてはアモン階級の分類群であり、そのうちうちアゴ類は昆虫砂に含まれ、甲殻類は綱階級であった。 21世紀の分類では、六脚類、甲殻類、ターシ類を独立のアモンとされるため、大アゴ類はそのまま階級なしの単系統群になる。大アゴ類の内部系統について、かつては六脚類と大アシ類をまとめる無角類説が流用されていた。しかし21世紀以降では、むしろ六脚類は、側系統群の甲殻類から派生し、 両者をまとめた反抗角類説の方が広く認められる。大アゴ類と対立する系統化説は一部の発生学と分子系統学的見解に基づいたハサミ角類と大アシ類を禁煙とするミリアシャラタがある。ただし2010年代現在では大アゴ類の方が強く支持される。ABC クリベットゴンザロエチコム グレゴリー D ザファイロジェニーエボリューショナリーヒストリーオブアーサラパズカレントバイオロジー29 R592 R602 ドイ10.1016 jacob, 2019.04,057, ュン0960から 9822,http コロンスラッシュスラッシュ www.sciencedirect.com スラッシュサイエンスラッシュアーティクルスラッシュ p スラッシュ s0960982219304865ab カウフマン、トーマス c、ヒューズ 新車エル、エクスプローリングザミリアポットボディプラン、エクスプレッションパターンズオブザテンホックスジーンズイン、エーセンティピード、デベロップメント129、1225、1238、一瞬零九五零から1991、プ19ミド1187万4918 ht、https コロンスラッシュスラッシュデイブドットビーオ GIS。 ts.org スラッシュコンテントスラッシュ129スラッシュ5スラッシュ1225スミスフランクダブルゴールドスタインボブセグメンテーションインタルディーグラダアンドデバーセファケーションオブセグメンタルパターンズインパナーサラポダアーサラポットストラクチャーアンドデベロップメント46三百二十八三百四十ドイ十点一零一六 JASD 二千十六点一零 零零五、一瞬千四百六十七から八千三十九、http コロンスラッシュスラッシュ www.sciencedirect.com スラッシュサイエンスラッシュアーティクルスラッシュ p スラッシュ s1467803916301487 メイヤー、ケオルク・ウィティントン、ポール・エム、ペルベット・アーム・デベロップメント・リンクス・ミリアッパズ・ウィズ、チェラス・レイツ、 Proceedings of the Royal Society of London B Biological Sciences 276 3571 3579土井10.1098 rspb2009.0950、いしゅん0962から8452、ぷみど1964万885、http コロンスラッシュスラッシュ r s, <aid> <S, b. s p b r o y a l s o c i e t y p u b l i s h i n g e o r g スラッシュコンテントスラッシュ276スラッシュ1673スラッシュ3571。35ありがとうございます。